皆さん謎解きの館へようこそ。本日もウミガメのスープをやっていきたいんですけども、今日は謎解き評論家のお三人に来ていただきました。よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。牛田さん、ガチマンさん、キヨさんですけども、牛田さん、はい、はい、あなたにとって謎解きとは何ですか？謎解きですか？はい、評論家なのでね、ちょっと聞きたいなと思って。山に登るみたいなもんですからね。つまり、じゃあ次の方。藤田さん、ありがとうございました。キヨさん、うわ、いや、来るのこれ。はい、あなたは、あなたはあなたは謎と出会って人生を大きく変わったと思うんですけども、はい、どう変わりましたか？ときついな。謎に出会ってね、うん、謎に出会って、うん、どう変わったでしょうか？そうですね、まあ暮らしが豊かになったと同時に些細なことにも謎ってあるんだなって、そういうふうに考えるようになりましたね。それはつまり悪いやついるな。追求してくんな。やだな。次の方。ありがとうございました。ありがとうございました。やだな。なんでこんなことするんだろう。ガチマンさん。はい。あなたは謎を一番こよなく愛していると、まあ、言われていますけど、世の中的には。まあそうね。知らなかった。そのことについてどう思いますか？いい加減にしろよ。何これ、何この質問、どう返せばいいの、正解あるのこれ。お願いします、どう思ってますか？まあそうですね、まあ皆さんが言うように、私は確かに謎多き人物ではありますね、はい、間違いなくね。謎といえば私、はいはい、まあ、謎の世界を紐解いていくと必ずガッチマにぶち当たるというふうに言われてますので、はぁ、そう、古事記にもかかる、はぁってちょっともっと感心しまして、聞いたからにはね、はぁ、じゃあ皆さん普通にウミガメのスープで遊びましょう。最初からそうしてほしかったね、きつかったわ。最初からそうしてほしい。俺も何も質問考えてなくて怖かったもん。なんで前が怯えてんだ。俺は俺で大ピンチ。俺は俺で大ピンチだ。それはもう本当に知らねえよ。お前らと同じだけ汗かいてたやっべって。ガチサイの質問、はい、薄く。どう思いますかって、どういうことなんだね。知らんけど、そんなのって。なんとかクエスチョンで終わればいいって思ったから。イエスかノーかでね、はい、のみで答えられる質問のみで謎をね解いていただきたいんですけども、はい、最近ちょっとガチさん調子いいんで、ちょっと2人頑張っていただきたい。ありがとうございます。ガチさんが結局全部解いてる感じ。謎といえばだから、謎といえばですね、そっか、うん、はい、じゃあ行きます。はい、はい、あ、こっちにかかるんだっけ。あ、見たね、これ。はい、いつも1階で昼食を食べる A さん、うんうん、今日の弁当がいつもより具沢山なのを見ると階段を登り始めた。一体なぜ？え？ほう。まあ結構シンプルな問題ですけど、結構こういう系統多いね、ウミガメって。ウミガメってどうやってやってたっけ？毎回言うなそれ。すぐ答えに行こうとしちゃうんだよな。まあ一月半ぶりぐらいだからね。はいはい。昼食を食べた。はい、ガチマンさん。これ一回であることに意味があるんですか？んー、まあありますね。はい、あるんだ。意味があるというか、まあこの問題は1回じゃないとダメ、成り立たないかも。あ、じゃあ、はいはいはい、吉田さん、いつもは誰かと一緒に食べてますか、昼食？あ、関係ないです。関係ない、関係ない、うん、一人でもいいし関係ないからみたいな感じで言ったはいはい、どうぞ。これ A さんは自分で作ったお弁当ですか？あ、結構いい質問かもこれ。ほう、意味はあるね。いいえですね、これは。まあ、だって自分で作っといて今日具沢山だなって感想おかしいもんね。おかしいね、うん、これは A さんが作ったお弁当では絶対ない、はい、そうだろうね、うん、そうか。はいはいはい、ガチさん。弁当が3メートルぐらいありますか？
上行かないと食べれない。上来ないとな。屋上から来るみたいな。階段登って、高えなと思いながら。やばいな。階段登り始めた。とんでもない階段。違いますか。でも発想力やっぱ赤井さん豊かだ。いや豊かだね。豊かだな。すごい。これすごいよ。やっぱ違うわ。違う。いいですけどまあこれはいいと思う。どう食べるんだ。すごいなんかギネス記録みたいな。途中どうすんの。高いとこと低いとこの間。それは紐にこうさうお腹をロープに吊られながら食うしかなくなっちゃう。でもそういう発想大事ってことよね。もうそうね。もしかしたらこれが正解かもしんないからね。破綻はしてないから。そうか。でもどうかな。もうそれで頭引っ張られちゃってんだよな。じゃあはい、はい、A さんの階段登った後の目的地は屋上ですか。あ、うん、まあまあまあいい質問かも。いいえです。屋上じゃない。ではない。うん、屋上では絶対ないですね。絶対ない。登り始めた。もうでもなんかちょっとずつは近づいてますよ。ほう、え、近づいてんのかこれ。近づいてる近づいてる。具だくさんなのを見ると、え、具だくさんの、はい、はい。この A さんは誰かに分けようとしてますか。あー、家かな、うん、これは。誰かにあげるわけでもない。わけでもない。分けようとはしてないね。うん、分けようとしてるわけじゃない。まあでもなんか、うん、いいと思う。いいんだ。なんかかすってはいるかな感はちょっとあった。昼食を食べて、まあ、質問していくしかないね。具がね、具沢山の階段の一体関連性が分かんねえな。具沢山って大事なわけだもんね。具沢山は一番大事かもしれない。あ、そうだね。うん、具沢山の弁当。階段を登り始めた。はい、これは A 子さんが階段を登り始めたんですか。A 子ではないけどね。まあ、細かいことですけど。そうですね。はい、A 子さんが登り始めました。A 子さんになっちゃった。すいません。いつも昼食だ。怒って、もうちょっと気にしちゃったな。これ、悪いことしちゃった。いつも一回食べてるけど、今は一回なんですか。今は、そうね、今1階でいて、1階段登り始めてます。ああ、じゃあ結局2階に行くってことか。はい。お弁当持ちながら階段登ってるんですか。おお、なるほど。はい。え、まあまあそう。いいね。いや、でも、持ってくでしょ、そりゃ。ん、ああ、まあ、なんだろうね。お弁当いつも豚さんの弁当。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。質問できてないぞ。あ、すいません。え、何かに分け当たるわけじゃない。めっちゃ気にするようになっちゃった。それ持ってくでしょ。じゃあ、いやいやいや、違う違う。なんかそれで違う。そうですよ、ね。もうそういうこと言ってんじゃないの。ウシの声怖くなっちゃった。違う。それで新しくなんか入ってこないなって思って。あ、じゃあ、はい。そうですね。じゃねえだろうってからね。はい。じゃあ、吉田さん。上の階に行くときの方法はエレベーターでも問題ありませんか。階段じゃなきゃダメな理由はあるかどうか。まあ別にエレベーターでもいいですね。エレベーターでもいい。上に行くことに意味があるってことなんだ。そうだね。まあそうね。上に行ければ、まあ、大体階段かなっていう、俺がこの状況を思い浮かべると階段の感じがするなっていうのはある。大体階段。弁当が具沢山だったら階段登る？関連性が見えないな。確かに。いいよ。A 子さんは何かを取りに行ってるんですか。ああ、まあはいかも。うん、取りに行ってはいるからはいですね。階段登った先にあるもんね。分かった気がする。もう？分かった。すごい。うん、簡単に分かる人は分かるからね、うん、俺は分かったかもしれん。あ、答えちゃって大丈夫。ごめん、いいの、いいの。え、でも分かってんでしょ、もう。あの、A さんは、うん、あの、カロリーとかを気にしてますか。ほう、違う。続けて、続けて。だから、
こんなに食べちゃったら太っちゃうと思って階段を登って、ちょっとダイエットしようとしたっていうか少し運動しようと思った。あ、具沢さんだから。うん、違います。あ、違うんかい違うんかいガシさん、それ俺だからエレベーターでもいいか聞いたんだ。あ、そっか、エレベーターダメか。そうね、まあ、それでスッキリまではいかないないや、当たってたと思ったんだけどな。牛厳しいからね。違う、俺は厳しくしてない俺は厳しくしてない。後で LINE で怒られちゃうわ。エゴさんじゃねえだろ、さっきエレベーターの言っただろ改ざんされてる歴史が歴史が改ざんされてる。今後キヨ君みたいにガシさんももうなんか自発的にならなくなっちゃう。今のレッドさんも悪いけどね。今間違ってんのにわざとガチさんに長引かせたじゃん。そう、泳がせたからね。怖いな、ね、はい、聞いてみたくてさあ、そうじゃないのか。じゃあ、はい、持ちながらの必要ないもんね。エイコさん、エイコさん、エイコさんが登るとき急いでましたか。はい、あ、別に急いでるわけではないかな。別に急いでない、急ぐ理由はない。まあ急いでもいいと思うけどね。え、余計俺だったらちょっと急いでいくかも。早早やべえ、余計わからん、ね、余計わからんね。エコさんは、はい、もうお弁当食べてますか。いいえ、食べてもないです。食べてない。ちょっとこの自分がこの状況になったのをちょっと想像しながらさ、やってみたら溶けたりしたよ前。はい、ああ、キヨ君想像してみて、A子さんになって。ああ、やっと昼食の時間か。お、いいね、うん、いいね、うん、いい感じいい感じ。みんな頭の浮かんでる。今日は定食を買ってきたからこれ食べよう。なんかいらん情報入った勝手な情報入れたら困るんだけど。お弁当買ってきたからこれ食べよう。パカ、何弁当だ。すごい、何弁当かな。海苔弁か。海苔弁だ。渋い、渋いな。いいね。具沢さんじゃねえしな。いいね。幕の内とかにしてほしかったな。あ、でも今日おかずいっぱい、具沢さんだわ。そうね。あ、そうね。そうだ。階段登ろ。そこが。なん、その間を知りたいんだけどな。京都へ行こうみたいな。そうだ、ね、始まっちゃったけど。なんで階段。もうよく分かったよね。分かった。すごいな、完璧なシミュレートしたな。シミュレートしたらできるから。もうね、その通りだな。いい質問、いいピンポイントの質問言って。質問なんだ。はい、これが合ってれば答えにたどり着く。あ、でもね、あ、なるほど。急所をつくかもしれない。なるほど。A子さんは、はい、箸を持ってませんね。お、メンタリスト。追い込んでくれ。ませんね。つまりどういうことですか。まず家か入って言ってほしい。箸ありますけど、はい。終わった、終わったじゃん。でもなんかちょっと良さげだったよね。え？え？何かが足りない。いや、なんかそのもしかしたらそういう展開もあんのかなみたいな。箸忘れてどっか取りに行ったみたいなさ。何かを忘れたのかなって思ったんだけど違うんだね。まあ違うね。あ、忘れたわけじゃない。忘れたわけではないね、はい、別に。ちなみに A 子さんは仕事中ですか？いいえ。あ、違うんだ。違うんだ。そうね。普通にお昼時間。昼食1回でお昼。これは自宅ですか？いいえ。自宅でもない。確かに場所特定は結構いいかもしれない。学校ですか？あ、すみません。すみません。はい、どっち？あ、もちろん石田さんですよ。もちろん石田さんですよ。はい、あ、そうね。そりゃね。ここは学校ですか？A子さんがいるのは、はい、なんでお前も意識してんの。何も言ってないの。学校なんだ。学校か。学校らしい。A子さん学生ですね。学生で1回で。でも結構状況なんか分かりやすくなったよね。そうだね。イメージしやすくなったかもしれない。あれ、ノリ弁買ってくる感じじゃないね。そうだね。屋上に行ってない。屋上は行ってない。屋上に行ってないのか。行ってないですね。階段を登り始める。学校で？いつも。A子さんは飲み物がありますか？まあありますね、多分。あ、まあでもいい感じだね。全然わかんない。いい感じというか。誰かに分け与えるわけじゃないんでしょ？うん、どっかに向かってん？ A子さんはどこかに向かってますか？はい、向かってます。A子さんは売店に向かってますか？いいえ、向かってないです。向かってない。
でもどこかには具沢山だけど足りねえやって大食感。どっかに向かってんだ。でもどっかに向かって向かってます、向かってます。目的があります。あるんだね、うん、目的地。具沢山なことが大事ですね、これは。具沢山だから向かって、A さんの行き先はトイレですか？便所です。どこだろう。はい、違うのか。あ、これは A 子さんのお弁当ですか？いいえ。あ、お、まあいい、いい、うーん、なんとも言えんな。自分のじゃない。あー、どちらとも言えないかな。え、どちらとも言えない。なんだそれ。でもまあこのどっちだとも言えないっていうのは大、なんか大ヒント。誰かに弁当を届けに行きましたか、英子さんは。はい。あ、あ、違う、違うかな、牛ゴールか、違うかな。行くね。え、 A さんには兄弟がいますか。います。あ、兄弟と弁当を間違えた。まあまあ大体正解ですね。大体。なるほど、そういうことか。お兄ちゃんの分届けたとか、とか、その日 A さんが二段弁当の蓋を開けると両段に同じおかずが入ってた。だから具沢山なの、はいはい、あ、なるほど。母親が包みを間違えたことに気づいた A さんは今頃二段とも白いご飯の弁当を目の当たりにしているであろう兄と交換して、正しい組み合わせにするために上の階の兄の教室に向かったっていう。二段の弁当箱か。そういうことか。まあ具沢山っていうのはそういうことだよね。そういうことか。あ、そ、まあ、結構すっきりですね。ああ、なるほど。分かんなかった。でもいいね、これは。すごい。まあ、ガシさんのあれも良かったけど、ね、まあね、3メートル、3メートル、3メートルの弁当を2階から。高いなぁ。2階から弁当食うために上から行くか。もう一問あるので食うってなった。次はもうもっとシンプル系ですね。はい、はい、もう状況を推理していくしかない系です。まあ一番ウミガメっぽいといえばウミガメっぽい、うんうんうん。はい、どうぞ。うわー、うわー、すげえ。男は毎晩スプーンを持って眠る、一体なぜ。はい、これでも簡単かもしんない。はい、どうぞ。男はユリゲラーですか。ユリゲラーも別にやってないですね。別にやってない。ユリゲラー、そんなキャラ守ってない。そんなキャラ守ってない。裁判になってないね。ニンテンドーと裁判してない。悪いユンゲラーのポケモンカードで怒ってないから。俺が悪いってことかよって怒ったからね、ユリゲラー。そうだ。悪いユンゲラーってカードでブチ切れたから。悪いポケモンカード。はい。はい、どうぞ。スプーンを持たなくても眠る日はあるんですか？あ、でも毎晩って書いてるの。毎晩。まあ、毎晩寝てるね。持たないと眠れないんですか？あんま関係ないかな。まあ、どちらとも言えないかな。まあ、この人は今は持たないと眠れないかな。ああ、男は、うん、あ、すいません。どうぞ。変わっちゃった。どうぞどうぞ。牛だね、これは。男は具現化系の念能力者ですか？ほんと？具現化系。おや？ゴレーヌが言ってたじゃん。具現化するためにはもう一日中持って。確かに。あ、それクラピカの師匠か。クラピカの師匠。そうだね。そうね。そうね。もうずっとね、遊ぶ。遊んでおかなきゃいけないね。そうね。まあ、スプーンを使った念能力を考えてはいないね、こいつは。違うのか。じゃあゴレーヌはゴリラ舐めてたのかっていうね、話があったもんね。あったね、それは。はい。いいですか。はい、すいません、すいません、ごめんなさい。すいません、もういいですか。終わり話した、はい、すいません、終わりました、うん、終わりました。これはフォークじゃダメなんですか。あー、まあ今持ってるのはスプーンですね。今持ってるのはスプーン。今持ってるのはスプーン。こいつが持ってるのはスプーンなので、スプーンじゃないとダメかな。あ、単純に。じゃあこの男は昼間も持ってますか、スプーン。まあ持ってる。昼間も持ってる。はい。はい。男は人間ですか。人間です。人間。まあ今昼間も持ってね。まあ気に入っちゃった犬とかね。スプーン気に入っちゃった離さない犬とかもいるかもしれないけど、ね、男は人間ですね。うーん、そう思ってる。
まあでもさっきよりも簡単な気がする。シンプルだから。シンプル？めっちゃシンプル。うん。で眠らなきゃいけない理由は？ちょっと答えっていい？あ、いいよいいよ。いっちゃうの？いけるかもこれ。いきなり答えいける系だわこれ。マジ？うん、男は毎晩スプーンを持って眠る。一体なぜ？はい。スプーンを持たないと眠れないか。すげえ。そうだ。まあ正解だな。そうね。スプーン持って持たないと眠れないからね。はい。死ぬけ。に抜けねえんだよこれ。答え出たな。あれまあ違うね。何？まあスプーン持たないと眠れないんだけどね。まあそれ自体はそうなんだ。そうそうだね。え、はい、それは普通に食べるあの銀とかのスプーンですか？はい、そうです。はあ、金属製のスプーンですか？プラスチックとかじゃなくて、どっちでもいい。どっちでもいいのかな。なんとなく想像するのは金属製のスプーンかも。まあ、普通のイメージできるやつでいいんだ。でもどっちでもいい。の方がいいかも。あ、の方がいい。の方がいいな。そっちは絶対ダメってわけじゃないよね。絶対ダメじゃないけど、の方がいいかな。今回の場合は。違うな。まあでもなんかね、とんでも回答しようとして、うん、出すような系だよ、これ答えは。えぇ、ー、美味しいとかなんとなくイメージ的に好きそう。マジ？うん、とんでも回答系ではある。普通のでもいいんだもんね、別にプラスチック。うん。うん、まあ質問だね。スプーンは何かを食べたりするときに使うっていうか、食べるためのスプーンですか？食べるためのスプーンですよ。ああ、まあそうか。使い道も食べるため？え、男の使い道？男のスプーンが持ってる使い道は？まあ、いいえ。あ、まあそうだね。食べるためじゃない。食べるためじゃなくスプーン持ってる男は。なるほど。食べるためじゃなくて。食べるためのスプーンだけどね。うん、このスプーンは、はいはい、持ってる意味としては食べるためじゃない。でも男の目的はそう、ね、食べるためじゃないと。うん、そうそうそう。ああもう近いぞ、近いぞ。いや近さわかんねえな。食べるためじゃないんだ。眠る。毎晩。握って眠ると持って眠るの違いって。まあ別に握って寝てないね、多分。持って眠ってるだけ。どっちでもいいのかでも。このスプーンは誰かから分け与えられたものですか？分け与えられたもの。もらったもの？まあもらったかどうか分かんないけど、うん、どっかで手に入れたスプーンだね。ああ。うん。例えば男は今いる場所は家ですか？いいえ。ああじゃああれかな？へえ。お、ガスさん来たか。マジ？ひらめいた？来たか。男は例えばその捕まってますか？捕まってます。あ、わかった。え、そういうことか。すげえ。ガスさんどうぞ。何それ？わかんない。男は刑務所でスプーンを、うん、あとりあえずくすねて持ってる。ああ。脱獄のためのスプーンを土とか掘るために。そうそう。ですか？はい、正解です。うわ、すげえ。すげえ。それすごいな。答えは、囚人の男は脱獄を企ててたんだけど、まあ運よく手に入れたスプーンを使って、まあ監守が見てない時間帯に牢獄の壁を削って穴を掘ってましたと。でも、まあ監守にスプーン見つかって没収されたら計画は台無しなので、うんうん、肌身離さず眠ってる間もスプーンをしっかり持ったまま眠っていた。はあ、ね、すげえ。まあでもなんかとんでも回答で出てきそうな感じは。確かにね、とんでも回答からだね。なんか牛好きそうだなと思ったの。いいこれ、脱獄系だとそうだもんね、大体。すげえ、ガイさん2抜けじゃん、はい、やばい、2抜けだ。1抜けは誰もしてないの。キューが早かったからね。持たないと眠れないから。すげえ。いやでもすごいわ、なんかどっちもそれなりの時間で解けましたね。分かんなかったな。謎だ。謎。まあでもまあどんまい。どんまい。あれ？お前だ。俺か？お前だ。よしじゃ前だ。